なにわ男子の道枝駿佑が、2024年1月期に放送されるドラマ、マルスーゼロの革命、テレビ朝日系で主演を務めることが決定した。元作は、脚本家、武藤翔アレが完全オリジナルで描く青春、クーデター、サスペンス。学校ではいじめに遭い、唯一の心の拠り所だった SNS でも居場所を失ってしまった、僕。人生に絶望し、命を絶とうとしていたその時、僕の前に謎の青年が現れる。ゼロと名乗るその青年は、僕に、俺がお前をこの腐った世界から救ってやると告げる。その日を境に、僕の世界は一変。ゼロの過激な言動と不思議なカリスマ性のもと集まった、僕をはじめとする落ちこぼれ高校生たち7人は団結し、マルスと名乗って大人社会に反旗を翻していく。道枝が演じるのは、落ちこぼれ高校生たちを、俺と一緒にこの世界をぶっ壊そうと先導していく19歳の転校生、三島玲。謎の多い人物だが、人心掌握に長けていて、いつの間にか人の心の隙間に入り込み、言葉巧みに操っていくカリスマ性を持ち合わせている。ゼロこと玲に先導され、導かれた高校生たちは、やがて、マルスという動画集団を結成し、大人が作った社会を壊し、再構築していこうと動き始める。道枝は、元作がゴールデン帯連続ドラマ初主演となる。人生で初めて髪を金髪に染め上げ、謎多きダークヒーローに扮する。そして、3年 A 組、今から皆さんは、人質でする、日本テレビ系、映画、クローズゼロなどを世に送り出してきた武藤がタッグを組むのは、ネット FLIX ドラマ、お手洗いか、炎上する、や、義母と娘のブルース。TBS 系を手掛けた監督、平川雄一郎。武藤がオリジナル脚本を手掛けるのは、3年ぶりとなる。合わせて公開されたビジュアルでは、道枝演じる霊が、狼を背負っている。マルスとは、ローマ神話やギリシャ神話に登場する軍神を意味し、狼は、マルスの、聖獣、であることから、それをモチーフとしたビジュアルになった。霊に導かれる高校生を演じるキャストは、後日発表される予定だ。道枝駿佑、三島ゼロ役、コメント、マルスの出演オファーを受けて、素直に嬉しかったです。今までにやってきたことのない、携わったことのないジャンルの作品だったので、また新しい一面をお見せすることができるんじゃないかと思いました。これまでやらせていただいた役柄の中でも一番僕自身とのギャップがあるように感じましたし、若者たちが SNS を使って世の中と戦っていくというのも、今だからこそ伝えられるメッセージのようなものが込められている作品なのかなと思いました。金髪でイメージが変わるか、そうですね。本当に初めてなんです。初ブリーチで、初金髪、初ハイトーンの髪色です。撮影が始まる頃には完全にハイトーンの髪色になるので、皆さんからもどんな反響が来るのか楽しみですし、そのイメージを定着させて、かっこよく霊、ゼロを演じられたらなと思っています。三島霊という人物をどのように演じたいか。霊はミステリアスで謎に包まれた転校生なのですが、攻撃的なところもあり、心の奥底には内に秘めた熱さなどもある人物なのかなと思っています。僕は遠慮しがちな性格なので、その遠慮を捨ててしっかりと全力で体当たりで霊を演じられたら、と思います。自身の圧倒的なカリスマ性について、僕はそんなに感じたことはないです。笑い。ファンの皆さんはどう感じてくれているんだろう？霊は誰が見てもカリスマ的な存在だと思うので、そこはしっかりと霊になりきって、堂々とした余裕のある姿をお見せできたらいいですね。カリスマ的な存在、この人はカリスマ性があるなと思う人、木村拓哉さんです。木村さんのまとっているオーラや色気、佇まいはすごくカリスマ性を感じますし、やはりパフォーマンスされている姿やお芝居をされている姿を見ても、存在感がすごくて惹かれる方です。木村さんのあの圧倒的なカリスマ性や存在感を参考にできるくらいの気持ちでやれたらいいなと思います。武藤翔アレの作品への印象、クローズゼロなどはすごく見ていて、ギラギラした世界観というイメージを持っていました。僕はあの、キラキラした世界観の作品に巡り合うことが多いので、180度違ったギラギラした世界に入り込めることは光栄だと思っています。武藤さんに、僕らしい霊をしっかりと届けられるよう頑張りたいです。また、アクションなども結構ハードなものがあると聞いているので、
どのくらいハードなものになるのかも楽しみにしています。平川雄一郎監督との再タッグについて、平川さんと以前にドラマでご一緒させていただいた時は、僕がまだデビューする前でした。その時から本当にいろいろなことを教えていただき、現場では毎日アドバイスもくださいました。そこで教えていただいたことを次の作品でも活かすことができていたので、今回デビューも初めてご一緒することもあり、以前よりも成長した姿をお見せできたらいいなと思っています。視聴者へのメッセージ、今回初めてゴールデン帯の連ドラで主演をやらせていただくことになりました。すごくプレッシャーもありますし、反面楽しみなこともありますが、いつかゴールデン帯のドラマで主演をやりたいという夢があったので、それが叶ったことがとても嬉しいです。マルスが、皆さんの日々をワクワクさせられるような作品に、そして、来週どうなるんだろう、続きが気になるってそわそわした一週間を過ごしてもらえるような火曜日にできたらいいなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。無刀賞我、脚本、コメント、個人的に青春ドラマは、花盛りの君たちへ、2007、家族ゲーム、2013、3年 A 組、2019、と6年周期で執筆していたので、次は2025年かなと勝手に想像していたのですが、少し早く2024年にやることになりました。若い子には、こんな仲間がいたらいいなと思ってもらえるような、新世代には、自分にもこんな時代があったなと思い出してもらえるような、青春の刹那を切り取った作品になれば嬉しいです。道江さんはじめ魅力あふれるフレッシュなキャストが揃ったので、皆さんの新たな一面を引き出せるように、中年の緩んだ体に鞭打って踏ん張ります。あ、そうだ。3年ぶりの連ドラで胸が高鳴っております。と、プロデューサーに書いてくださいと言われたのを忘れていました。言われなくとも、高鳴っております。お楽しみに。